はい、こんばんは。イラストレーションカレッジ田中です。それでは本日もイラストの方を描いていきたいと思います。本日描くのがですね、山並みを描いていこうかと思います。で、今回は、奥多摩とか長野とかと山梨とかにあるような普通の山間部の山並みを描いていきたいと思います。ただ今回はちょっとマットなテイストで、ちょっと渋い色味で今回は描いていきたいと思うんですが、まあ普通に天候は晴れで時間も昼間ということで、こちらを描いていきたいと思います。で、下書きの方が早速来ているとは思うんですが、まあここにちょっと色を足してっていうか色を塗っていきたいと思います。で、今回、山並みを描くにあたって、まあ、気をつけていきたいところがですね、まあ、まずちょっとしっかりと、中間部と、だいたいこの塊ですかね。中間部。で、手前の部分ですね。こうかな。この辺りかな。まあ、手前の部分。で、さらにですね、緑。手で囲ってみましょう。で、円形の部分。こちらをしっかり距離感を出して描いていきたいと思います。ここが若干ちょっとテイスト的には渋く塗って、若干こう西洋画とか油絵っぽいタッチが多少出せたらなぁと思っています。なので、あのすごい綺麗な緑っぽい色で仕上げることはないと思います。ただ描いてる途中に勝手にそうなっちゃう可能性はなきにしもあらずですが、そこにそうならないようにちょっと今回は気をつけていきたいと思います。で、まあ描くポイントとしては、そうですね、まあ上が空なんですけど、ここですね。必ずほぼほぼ特殊な絵ではない限り、空が山より暗くなることはないので、暗い色になることはないので、山よりも必ず空の色は明るくして、表現していきたいと思います。ちなみにですね、夏のようなあのパッキリとした青い青空、すごい青空を描くとなると、結構山の方は暗く絞ったりとか、明暗の差を極力なくして山の方を暗く持っていかないと、うまくこう見せられなくなってきますね。木のハイライトとか明るい面を空よりも明るくしてしまうと不自然な絵になってしまうかもしれないです。言っても、まあ、手前は若干そんな色がポツポツとあってもいいとは思うんですが、全体的に明暗を描き分けた時に明るい面が空の色より明るくならないようにしっかり気をつけていきたいと思います。そうですね。で、あと気をつける点は、そうですね、この手前のトップの山並みの手前の山並みのトップの部分、さらにちょっと一個奥のトップの部分で、さらにその奥のトップの部分、ここからここまでの距離、結構もう何キロメートルもあると思うので、何キロメートルって聞かない、10キロあるかもしれないですし、5キロかもしれないですし、本当に結構な距離があると思うんですね。こことここの距離でももう1、2キロあるかもしれないですし、
そういうのをしっかりと頭で思い描きながら、写真を見ながら、でかつこの稜線のこの裏のこっちに下ってる、表現が しづらいな、まあ見えてない部分ですよね。反対側、この山の手前の山じゃなくて、この裏側はどういうふうにこうなっているのかっていうのをちょっと点線で描いてみましょう。こう来て、こっちの奥の山にこう連なっていって、こう見えてくるっていうような立体感をしっかりと掴んで描いていくといいと思います。ちょっと説明が下手で申し訳ないですが、そうですね、この手前側が見えているのはいいんですが、裏側もちゃんと想像しながら、裏側を想像すると、この山と奥の山、手前の山と奥の山がどれぐらい離れているかっていうのをしっかりと認識できると思うので、そういうところも一つ考え、あと立体感を潰さないようにしっかり描いていきたいと思います。それではとりあえず空の方をちょっと色をつけちゃいます。はい、というわけで大体空を描き上げて、まあ、ざっとですね、ざっと描いただけですけど、本当に色のせた感じみたいな、まあ、ここからどんどん手を入れていけばかっこいい雲にはなるのではないだろうかとは思うんですが、今回はメインで山を描いていくので、一度この辺りで、空は止めておきたいと思います。さあ、ここからですね、描いていくんですが、手前奥どちらから描いていってもいいんですが、下塗りの段階なので、本ちゃんしっかり描くときにちょっと奥ばかり重点に描いてるとちょっと大変なことになってくることもあるので、今回はどっちでもいいのですが、手前そうですね、奥からちょっとやっていきたいと思います。今回は、少しマットなテイストでやっていこうと思うので、ちょっと色も渋い色味を、渋系の渋々の色味を、サイドの低い色味をしっかり使って描いていきたいと思います。で、コントラストをちょっと強めに、で、そうですね、なんて言えばいいだろう、書き込みもこうちょっと弱めに、弱めにっていうか、色の変化と差だけとか
油絵みたいなタッチでガシガシ描いて上から乗せていくような油絵の西洋の風景画みたいなイメージもちょっと取り入れつつ今回はやっていこうかと思います。なんでちょっとねブラシに今まで作ってなかったんですけど、テクスチャーとかもテクスチャーなんかも貼ったりとか、ちょっとこれあまりつけすぎるとあれなんですけどね。こんな感じになってくるんですけど、今はまあつけなくてもいいんですが、後ほど書き進めてタッチを入れていくときとかにたまにこういうのがあるとザラザラしたキャンパス質感とかになってくれそうな気もしないでもないので、まあ、後からちょっと楽しみに見ておいていただけるといいと思います。まあ本当に最初はもうざっくりざっくりで、でこれ山の稜線に今回雲を描いてしまったので、そのあたりでちょっとあのなんて言うんでしょうね、そのあたりでちょっと気をつけなきゃいけない、あの空よりも、山が明るくならないようにっていうのも言ったと思うんですが、雲があるんで、雲があるときはまああまり気にしなくても多少はごまかせると思います。ただあまりこうここにこんな感じでハイライトをズバッと乗せてしまうと不自然極まりなくなってしまうので、一番奥のところはなんとなくこうほぼほぼ明るい面と暗い面の境目がそこまではパッキリすごくパッキリして見えないようにっていうのをちょっとイメージしてる見るといいと思います。もう今もこんな感じであやふやになってるんですが、もうちょっと青足してもいいかもしれないですね。ちょっとずつちょっとずつ色味を見ながら乗せていくといいと思います。ちょっとイメージと違うなと思ったらちょっと別の色を足してみたりとか、ちょっとサイドが高すぎるんじゃないかと思ったらそこでサイドを下げてみたりとか、でここの色域帯じゃないなと思ったらさらにちょっと色を変えてサイドを下げて色を乗せてみたりとか、さらに違うなってなるとまた移動させて、まあこのような感じでちょっとずつしっかりと描いていこうと思います。であまりコントラストがすごくコントラストもそうなんですけど、手前と奥で急にパッキリと変わらないようにっていうのをしっかりと考えたりとか、あとこの山だとこう奥にこっちの方に向かって奥に向かっていってるっていうイメージで今描いてます。なのでこっち今囲ったこっちの方はちょっとだけ色をその中でもさらに淡くしてあげたりとか、でまあ最悪色味とかは後で変えられるので、そこまで気にかけて、まあ多少気にかける必要はあるんですけど、すごい本当に本当に細かく気にかけなくてもいいと思います。まあそれを気にかけて奥に越したことはないんですが、さあちょっとラインがねバシバシとなっておりますが、お気になさらずマナーモードにしなかったですね、すいません。まあこんな感じでちょっとずつ仕上げていきます。この段階では今まあざっと乗せてる段階なんで、まあそれなりに乗っていけるといいかなと。
いません、マナーモードにしました。はい、ちょっとよいしょ。さあ、しっかり仕上げていきましょう。で、まああんまり晴れてるんで入れる必要はないんですけど、まあ雰囲気出してここになんかもやみたいなの入れても、まあそれっぽく距離も出ますし、いいのかなと思います。さあ、この調子でどんどん書き込んでいくんですけど、まあ、下塗りの段階ではですね、基本的には仕上げの時に、新しく色を作って塗りつぶさなきゃならないような仕上げの仕方や書き込みの仕方にならない限りは、まあ、基本的にはもう大体の色が合っていればいいと僕は思っているので、まあ、そんな感じでしっかり書き込みつつ、ざっくりざっくり色をのせていっています。いく感じでやってますね、うん、で今回はちょっとマットに仕上げていこうと思っているので、そこまでちょっとサイドの高い色とかはあまり使わないように気をつけて色を乗せていきたいですね。今回はちょっと、本当にこんな感じでしっかりしっかり乗せるところは乗せてますけど、まあ、なんだかんだ言って、まあ、乗せていってるんですけど、最終的に変えるときは変えてしまうので、まあ、あまり何とも言えないですけどね。まあ、あまり修正点が出ないような色の乗せ方とか絵作り雰囲気出しを下塗りの時にしっかりできてるといいかなっていうイメージですね。要するに結構発達した雲やもくもくとした雲があると、まあ、今回みたいに結構描きやすいっていう利点もありますしね。あの山の稜線を大空の青が下まで続いてると、もうもっともっと山を暗くしなきゃいけないかもしれませんし、そんなこんなでどん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 塗っていきます。よいしょ。で、まあ円形はこんな感じできたら、まあ、手前はそれよりも若干強い色味とかを意識して、でちょっと緑を強めたりとかして表現していきたいと思います。もう最初なんで、もうざっと塗っちゃいましょう。でざっと塗って、説明しながらざっと塗って、そこからちょっとディテールアップをするイメージにしたいと思います。で気をつけてほしいのは、この稜線の部分でちょっとしっかりとした差を出すために、極力こう、まあ、手前の山の方がコントラストつきますし濃い山になると思うんで暗くはしなきゃいけないんですけど、ちょっと下の方に淡くなるような
あと手前との変化がしっかり出るような色を乗せて、手前と奥の差をしっかりと表現して距離感を出していきたいと思います。これで結構しっかり見えてきたと思うんですけど、まあ、この不自然さは後でちょっとなくすように前処しつつ、で今回は右上からの光ということで、想定して、今描いてますね。本当にこう山を描くときはもう大きな面で捉えてあげて、そんなに光の明暗の分け方バシ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 山の写真を見てもついてないとは思うので、そういう特徴をちょっとしっかり捉えつつ、捉えはするんですけど、絵として表現したときに、しっかりと明暗とか山のディテール、山のあと何ですかね、胸のうねりとかそういうものをしっかり見て表現し、絵に落とし込んでいけると良いと思います。まあ、下の方から若干フォグを入れたりとか、まあ、いらなそうだったらあまり、僕もあんまりこう入れまくるのは好きじゃないんで、ちょっと抑えたりしてもいいと思います。ちょっとだけ隠し味程度にハイライト部分の色をちょっと拾って入れてみたりしてもいいかもしれないですけど、ちょっとこれはサイドが高かったかもしれない。よいしょ。こんなイメージで画面が最近若干パソコンの挙動がおかしくなってきてるのかもしれないですね。で、また中継の2段階目、こちらに移っていきたいと思います。今回ちょっと渋いマットな絵ということで、こっち系の色味を使っているんですけど、でここでちょっとだけ若干なんですけど、木の種類の描き分けを入れても面白いと思います。で普通の広葉樹の部分とか、描き分けるのであれば普通の広葉樹の部分と、なんか若干針葉樹っぽい色味の木をこう描いてみると面白いかもしれないですね。で若干影色の部分だけこう針葉樹の部分だけちょっと濃くしてみたりとか、あまり濃くなりすぎ、ただあまり濃くなりすぎると手前との奥の差が出てこなくなったりするので、そこだけちょっと気をつけてもらって、でなおかつあまりこう差をつけすぎるとなんか
異空間に見えてしまうこともあるので、こうあまりにもうるさくなりそうだったら、まあ本当にちょっとだけの変化をイメージするイメージで、逆にこう暗くしたところを明るくして、さらに普通の広葉樹の部分だけさらに明るくしたりっていうこともできるので、冷静に描いていきましょう。で、あの木の一個一個の、ディテールとか明暗を追うんではなくて、どちらかというと、あの山一個になんか模様っぽくいろんな木が生えていますっていうのを意識した上で、こう広葉樹の部分とかに明るめの色を持ってったりとか、松や針葉樹の部分を暗く持ってったりすることで、結構面白い表現ができるんではないかなとは思って、今手を入れていってますね。こんな感じでモコモコって刺してる部分とツンツンしてる部分の色だけが違うっていうのでも面白いかもしれません。で、境界線は若干曖昧にしといても大丈夫なので、後で書き込みの時にしっかり書き起こしやれば問題ないと思います。こんな感じで、でさらに手前は、こっちが手前の一番奥ですね。ただ奥といっても、いや山なので全部がちょっと暗くするわけではないですね。まあ、下の方はこんな感じになっていいと思うんですが、この中でもこう、こっちからの光なので、ちょこちょこと明るい部分を作って、日がしっかりとちゃんと当たっている部分もあるんだよっていうのを表現してやると、立体感のある山が見えてくると思います。今ちょっとざっと影部分に色を乗せていってる段階なので、今そこまでシビアに考えず、今一番暗いところを作ってますね。一番手前の一番暗いところがここですよっていうのを分かる程度の塗り分けを、さあ、ここも木の手前だけ、もうこの辺はもうほぼほぼ描かないと思います。今暗く落としてる部分は、さあ、よいしょ、あまり嘘っぽくならないようにちょっとだけちゃんと手前と奥の差が出るように、ちょっと青い色味とか紫でも何でもいいんですが、ちょっとだけこうふわっとさせてやる。そういうところをちょっと意識してやってやると、後で、描きやすい、仕上げのしやすい状態に持っていけると思います。で、ここもできるだけ、
境目の手前との境目の部分はしっかりと抜いて、情報量を抜いて、コントラストを潰してあげる。で、ここからはまあ若干こうコントラストのついているというか、サイドの高い色、明るい色を乗せていってあげましょう。こんな感じですね。よいしょ。うん。まあこれだけでも結構はもうそれっぽく、手前の塊は山っぽく見えてきたんじゃないでしょうか。ただ全然これだけではまだまだ弱いので、いろいろ色を足したりとか書き込んでいったりとか、しっかりそういうところを詰めていくことがここからは重要になっていくと思います。で、前回杉の木でも言ったんですが、杉の木じゃないですね、針葉樹ですね。針葉樹の時にも若干こうお話しさせていただいたと思うんですが、なるだけこうあまりこう、ちょっと若干もうやばいんですけど、この下書きよりはみ出さないように、本当に下書きの時にあの木の、位置のバランスや、飛び出し方とかボリュームのバランスを取っていた場合はちょっとどん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 邪魔になってしまうので、あのちょっと小さめに書いておく。そうすると後から書きやすいよっていうだけなんですけど、そこら辺をちょっとやっておくと後からの処理が楽で済みます。さあ、まあこんな感じで遠近感を出してバシバシやってきたんですが、まあここからはちょっと飛んで、しっかりとこうね、この手前の遠近感を出したりとか色を足したり、書き込みをしっかりと、書き込みをしっかりできるように、書き込みのしやすい色の塗り方、乗せ方を今からしていきたいと思います。それでは書いていきましょう。
はい、というわけで書き進めてきました。まあだいたい手を入れて、遠近感も多少は出たのかなという感じですが、まあ、今回は下塗りということで一度ここで終わって次回からしっかりと仕上げに入っていきたいと思います。ちょっとまだねいろいろわざとらしいところとかちょっと遠近感の弱いところちょっと手前そうですねこの絵でいうとこの部分とこの部分がまだちょっとくっついて見えてたりもするんですけど、ちょっと次回作業に入る前に調整したりとかしてしっかりと次回は仕上げの方をしていきたいと思います。で、基本的にあまりこう今回意識して描いたところはですね、極力こう明と暗の三角形の明と暗の分け方をしないっていうのにちょっと注力してやってみました。どういうことかというと、まあこんな感じで来てると思うんですけど、これもそうですね。まあこの多少はこのラインに合わせて明暗の影を入れるんですけど、ここを全部暗くしないとか、ここを全部影面にしないとかっていうのを、意識づけてやってます。まあこう山にはいろんな起伏があるのでちょっと木漏れ日的な感じでここだけとかに明るい部分があったりここにもちょっとあったりとかここにもちょっとあったりで、ここから光が抜けてってここにもちょっとあったりここら辺にもちょっとあったりっていうのを何ですかねわざとちょっと絵作りしてあげたりして描いています。まだちょっと下塗りの段階なんでこれでもちょっともう今こうズバーンズバーンって入ってるように見えてるんですけどここを調整しながらこう縦の線だけではなくてもうちょっとこうランダム性を意識したりとかっていうのを次回はちょっと気をつけながらここもまっすぐならないようにちょっとこう起伏をつけながらしっかり書き込みを行っていきたいと思います。うん、それでは次回仕上げ編でお会いしましょう。それではご視聴の方ありがとうございました。高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた。